はい、ちょっとあの、はい、プレイキャラクターを今ヘッチェンジ、あ、ドローン、あれ今思い出したようにやりましたよね今これね、台無し、いろいろ世の中には編集ってのがあるんだよ、人も、ね、させないからね、今のマジで今のこのグダグダとなった感じ、チュー、はいはいはい、まだまだ、次次、はいはい、わかったわかった、遅いのいいっすから、遅いのいいっすから、じゃあイカルガとアイカの会話を皆さんに聞いてもらおうと思います。皆さんどうしました、何ですか今、どうしたのかと聞いてるんですけど、え、何この残念な二重音声みたいな、聞きなさい聞きなさい、はいはい、聞きます、あった、ごめんなさい、おお、掛け合いが、みんなこれなのに自分って喧嘩になっちゃって、喧嘩喧嘩よせばいいでしょなんだこのノリ乗ってこない感じ、いやなんかあのそれ傍観しててあのちょっと滑りゲームみたいなのを楽しむ感じが、何ですか今の、今釣ろうとしてる、何が何が、じゃあ餌に飛びつけ、はい次次次次次今ちょっと今何ですか、セクハラポイント1対1だからね、なんでそういう、なんですかそれ、え、ポイントなんですか、ポイント制ですか、そうだよ、あ、そうなんですか、そうなってます、あー、そうなんだ、うん、でもなんかあのミコスさんは、うん、あの、ま、大きく大きな流れで言うと、うん、松木美優ちゃんとか、うん、私とかと同じようなあのくくりの通りいる気がして、うん、多分だけど違うと思う、本当ですか、うん、私の方が多分崇高、何何言ってんの何言い出しちゃった、なんかちょっとよく美優ちゃんとか、うん、ひとみちゃんはどっちかっていうと、うん、あのもうちょっと、うん、こう、 でうーん、言葉を選ばずに言うと、うん、ちょっとなんかこう生々しい感じ、なんでちょっとひどい、生々しくないよ、生々しいよ、なんだよ、私はもっとなんか崇高なところの山のてっぺんにいるから、うん、うん、なんかちょっとやっぱそれは同じカテゴリーではないか、え、嘘、崇高な山の上ってことは、うん、その中の変態度が一番上ってことですか、あ、い、歌詞が違うから、あ、違う、違う、そっちの山で二人が競い合ってて、あれ私はここで千人のように一人で、え、そうなの、医者修行してるから、あれ、そうなのかな、なんかこう、向こう側をこう眺めてるわけ、間に流れてるね、ほんとでかい、太陽を挟んで、うん、おかしいの、うん、なんかね、あの、私、そういうセンサーがありまして、うん、あ、この人なんとなく同じカテゴリーな気がするから、なんか、あの、あまり触手が動かないみたいな、あるじゃないですか、それ、あなんか同じ、これは多分、あの、攻め、なんか、攻めいる側、攻めいられる側じゃないなっていうのありますよね、あるある、それはある、それはある、あれ、同じじゃなかった、基本、私、ド M なんですけど、うん、そういう時は、割と、あの、突っ込んでいく、アグレッシブな、ちょっと、アグレッシブワークをしているタイプ、あ、そうなんですか、確かに、私と真逆かもしれないですね、うん、普段はあのド S で、うん、あのアグレッシブなんですけど、うん、いざ攻められるとちょっと弱いの、トトトトって、え、ちょ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 、なっちゃうからさ、この勝負どうなるやら、ちょっと勝負なんだこれ、どういう勝負だ、難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って、うん、クラス委員といたしましょう、ちょっとまだね、これ本当に初めの部分なんで、うん、結構ね、お堅い感じでございます、うん、お堅くなくなっていくっていうフラグですか、それは、うん、お堅いままです、お堅いまま、あれあれあれあの、なんか CD ドラマとかといろいろね、あー、そっかそっか、そうだったか、 CD ドラマもね、撮ったりとかしたじゃない、撮ったけど、うん、大人の事情で、あれ、私、あの、ミンゴスの姿、はい、見たかな、収録現場、忍者だから、忍んでた、そう、忍んでた、忍んじゃってた、そう、あ、見えなかっただけ、忍んでたか、ライブやってた、忍んでたかライブやってたか、どっちかだった、地下だったな、確か、なるほどね、あ、そうだったか、あ、そうなの、そうなの、そっか、無料の方なの、商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね、お、結構ね、初めのうちはこういった感じの、割とこう風紀的な感じで ね、街を、うん、だってほら、うん、衣装っていうか制服も、うん、ね、あの、あんな感じ、風紀って感じが、そうだね、うん、なので、ちょっとここで、まあ、さっきみたいに、普通に勝つためにやるのもいいんですけども、ちょっと皆さんにお見せしたい映像がございますので、私のまずは、戦いぶりをご覧ください。いはい。
え、ノーガード戦法？はい。変身を。あ、まず変身。変身を先に。あ、なるほど。あ、もう溜まった。はい。変身。うん。おお。水着です。水着です。黒水着です。ありがとうございます。水着は使用です。はい。というわけで、だっちゃんの大好きな黒タイツでしょ。音楽も変わったよ。本当だ。ついでしょ。音楽変わるんだね。はい、じゃあ戦ってるよみんな。はい。もっともっともっと。すごいね。さあ、ハイガードですけど。そう。そういう意味での、あの肉体的なド M の方で。痛いのはちょっと勘弁していただきたいんですけど。あ、もう絶対やばいって思って。きた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 これこれ最高です。これは見せなかったんですよ。これはいいですよ。さっきアスカもちょっとね、はたけて初めてはいたんですけども。そうですね。じゃあ、ミンボミオちゃんがやります。投げっぱってことですか。ミオちゃんさんに投げっぱ。うまい感じのところはいはい、いい感じにやってくださる。相談して HP 回復してしようかなと。この感じをちょっと撮ってみて。この上から撮ってこの二人がこうちっちゃくなってやってる感じ。それでもいいだろう、ね、それかもう素晴らしいんだけど、ね、シュールですね、うん、シュール、すごいシュール。で、頑張って。違う、ミオちゃん。違う、タマちゃん。すごくない？ミオちゃんとタマちゃん。ミオちゃんとタマちゃん。すごいな。猫の思いみたいな感じ。もしか川とかにあのたまに来るアザラシみたいな。あ、いいですよ。そうだね。川川だからタマちゃん。そう。ミオ川だから。うん、ミオ川、ぴったり。ミオ川のミオちゃん。本当だ。おお、来た。おお、かっこいい。シャキン。動くね。ぬるぬる動く。動く動く。一体何が見せたいんだろうね。なんだろう。ね。何が出てくるの。このあの敵の女の子たちも忍法使いなの？うん。悪忍。うん。ね。悪い忍者で悪忍。うん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 。来ますよ。ほっ、来る。あら。おー、来た！こうやったらね、見せたかったの！来た！あらー。もう、あの、あ、しかもこれで、ちゃんと破れたまんま必殺技。うわー！ひどい。ちょっとハレンチ。いやいやいや、え、そういう見方見、そういう見方で見る方がハレンチなんです。違うんです。ただハッカー破けて、あの一生懸命戦ってる女の子だぞっていうだけですよ。そっか、ビンゴスエロい。ごめんごめん、そういうような目で見れば。そうだ ね、大丈夫ですから。みんなもピュアピュアだもんね。はい、というわけでこれがどうしても見せたかったみたいです。はい、そうだったみたいです。はい、というわけでぜひこちらですね、9月の22日に発売になっております。はい、そして本編もこんな感じでおしゃべりしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。バイバイ。